うまっ。はい、ご本人お願いします。はい、応答一歩、レバーの焼き焼き一歩お願いします。はい、ステーキ屋は何やってんだ。いいよ。こめかみが一番俺も好きなんだよ。はい、後ろから失礼します。こめかみってほとんど取れないでしょ。そうですね、これで豚半透明です。ほとんど筋なので、筋の中にちょっと美味しい肉が、それを削ぎ落としてる。これ見て、これ綺麗やん、もうこれ神々しい。もうこれなんかもうやっと山登って一番てっぺんにこういう塔があるみたいなそんなような感じだな、これ。うめえ。味わい深い。身がもう何味とかもうグルメタレントとかどうでもいい。もう噛み締めてなんてちょっとぬるっとした感じの肉なのよ。うわ、シャトーブリアン。ここはね、ちゃんと牛肉もちゃんといいメス牛を焼いてんのよ。遠赤で焼いて休まし、焼いて休まし、ずっとさっきからもう1時間近くやってた。これめちゃくちゃステーキ。でもお腹いっぱいならないようにやっぱりね、このサイズ感はちゃんと抑えてくれてんだよ。でもね、若いやつにドカッと出てる人もいるよ。はいはい、すごい。この焼き目見て、はい、シャトーが回る。ダンダダダダダダダ、シャトーが回る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 。すごい火入れがない、遠赤だから中まで赤ちゃんと綺麗に入ってるわけよ。はい、これ濃いですね、この麺の。ほら炭焼きだからちょいニンニク、はい、一口でいきます。うまっ。はい、ご本人お願いします。はい、応答一歩、レバーの焼き焼き一歩お願いします。はい、ステーキ屋は何やってんだ。ステーキ屋は何やってんだ。ここの炭で焼いた肉はやっぱ半端ないわ。はい、10個食えるこれ。はい、お願いします。うざ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 。前とちょっと違いますね。毎回進歩同じなんだけど、料理も一個一個こうちょっとずつもね、美味しい理由があるからね。そうです、やっぱりこうだろうこうだろう美味しいっていう、そういう答えがみんなも納得してやらないじゃないですか。毎日毎日やってるから分かるのよ。あ、こっちの方がいい、あっちの方がいい、あ、こうだこうだってね。正解はないんですか。ない、やっぱり一生勉強。そうですね、一生修行です、一生修行です。すげえかっこいい。ああいう風にゲイで喋りたかった俺、ゲイで喋る機会が減ってきたですね。ただの飯食いになっちゃいましたもん。ただの飯食いだよ俺ダメだダメだ、頑張ろう。元祖ピーマンの肉詰め。この鳥茂さんはこれから始まった。これ簡単にやってるようで全然簡単な料理じゃないんですよ。ピーマンが焦げるいいとことお肉の火の入りが違うから、加減しながら焼くんだって。このピーマンの苦さと野菜の感じとこのタレとものすごい合うのよ。これごめんなさい、いただきます。うわ、バランスがすごい。なんだこのピーマンがなかったらこの味にならない。ピーマンの水分とタレとお肉と香ばしい焼き目。芸術作品だな。これやっぱり。
大人の一口ご飯。ご飯とご飯で一緒にいますよ。大人の一口ご飯、大人の一口ご飯。北海道のサーロイン。乗っけちゃって。けちゃってますこれ。ミニサーロイン丼ぶり。ごめんなさいね、いただいちゃいますよ。はい、失礼します。サーロインはやっぱ脂がうまい。なあ、これ美味しい。あ、甘い香りする。すき焼きを当店のもつ焼きのタレで、これね、黒豚ですき焼きになってて、これなんか主役が豆腐になるぐらい豆腐がうまいの。何なのこれって。これ豚は美味しいんだけど、豚のすき焼きになってるって。すごい。卵がピュッてことね。卵が豚バラがこれた。ご飯が食えるやつやこれ。これ意外と豆腐が、豆腐、ここで扱ってる豆腐がものすごい滑らかで美味しいの。豆腐の香りがすごいして。うわ、豆腐が美味しい。タレの甘みが来て、その後豆腐の甘み。うわ、本当だ。今豆腐の甘みがすごい来てる。豆腐の自体の香りが強いですよね。これやばいわ。俺今日卵何個食べてんだろう。トルシー行くと忘れちゃうんだよね、卵の回数、個数を。ご飯欲しいな。本当？何これ、本当に豆腐が主役になる。これがと山芋をぬか漬けにして、あとからし醤油で和えてる。山芋ぬか漬け初めて見ました。ちょっとさっぱりね。あ、本当だ。松茸にいいね。大人はヌルヌルに弱いよ。ヌル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 してる。ツーのための食べ物なんだね。何これ。一般的じゃないんだけど、大腸でもいいものを使ったら塩でも匂いがしないよ。時に塩って臭かったり硬かったりするんですよ。これはちゃんとやるとこういう感じで仕上がります。出た、裏です。裏、取り付けの裏、大腸の塩。うわ、うまっ、おいしい。はい、シマの塩ごめんです。甘い。あった。これはキャビア握り。うわ、いただきます。キャビア。キャビアの塩っ気と海苔がたまんないよ。さあ、来ました締めの乳麺。これがね、赤いんだけど、甲殻類と豆乳と、あとトマトに玉ねぎ。このスープが、うわー、うまっ。何これ。あのよくエビラーメンとかあるじゃん。 あっちの方がエビ強いよね。でも優しいのは豆乳が入ってるから、味噌と豆乳でね。
タイとエビとトマトと玉ねぎを集めて最後豆乳で仕上げてパンとかつけたい。やっぱり味が飽きないようにっていう、また来てねって。うん、おいしい。この店のデザートなんですけど、塩アイス、塩のアイスでございます。これ半分食べるんですよ、半分食べる途中でレモン絞る、レモン絞るとさっぱりしてチーズケーキみたいな、チーズケーキに変わるという。うん、おいしい。これ自体でもおいしいよ、塩アイス自体おいしいもん。でもね、半分って言うけど俺結構早めに行っちゃうんです。もう言っちゃうんや。俺はね、結構このチーズケーキ系にするのが好きだから、レモン絞って、うわっうわっ、本当にチーズケーキの味がする。うざ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 、もつ焼きナンバーワンと言われるやっぱゆえん。まあそれはやっぱりあったね、やっぱりやっぱりより分けの世界っていうか、豚のその処理するところでこれは取引さん用っていうバッてより分けされて、それを大将がまたより分けてここで丁寧に焼くから、単にこれが美味しいっていうことにいろんな人間が関わってるってことを知ることができるね。グルメタレントのドドビー。